豆味の鱗を変えて前後を取る。エラを取って腹を裂いて綿を抜き水洗いする。軽く塩コショウをして小麦粉をまぶす。腹の中にもまぶす。余分な粉を落とす。180度の油で3分揚げる。一旦引き上げて、今度は200度で揚げる。だし、お酢、醤油、みりん、砂糖、昆布、1時間置いて火にかける。昆布を取り出す。アジにタレをかけて、玉ねぎと人参を散らす。唐辛子、いただきます。